はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、先に、ちょっとお話ししておきます。コメント欄でいただいた、今回その企画というかアイディアでございまして、でかつ、その実況者さんの名前も出されていて、双葉さんの、あの概要欄に、URL 貼らせていただきますけど、そちらの方の、企画を要は参考にさせていただいてやらせていただいていただきます。はい、今回ですね、ゲームモードハードコアで鬼滅の刃モッドで、まあなるべくね100日間ちょっと生き残りたいなということで、今回サバイバルモードと同じですが、最高難易度に固定されていて、命はたった一つだけということで、まあご存知の方多いと思うんですけど、ハードコアでって何のもんやっていうことなんですが、要はやられたらもうこのワールドに二度と入れません。だからやられました、リスポーンっていうボタンがないんですよね。でまた新たにその再起動し直して入ろうとしても入れません。はい、なのでそれでやっていくと。でさらに、最高難易度ということで、私までずっとノーマルでやってたんですよ。まあそれがハードということで、まあ多分ゾンビとかも強くなってるのかな、強くなってるし、ということは鬼殺隊も強いんですよ。あのオルカ様のチャンネルで言ってたんですけど、イージーとかノーマル、ハードでもによって鬼殺隊とか鬼の強さが変わるって言ってたので、かなり難しくなるんじゃないのかなと、はい、思います。そしてまあこれはあまり関係ないんですけど、僕にとってはね、まあでもいるかな、村人のゾンビがまあ扉を壊してくるというか、いう風になってきますということで、じゃあやっていきましょうか。とりあえずワールド名は後でちょっと変えておきますので、今から行きましょう。ぶっつけ本番一発勝負、一発勝負っていうか100日達成するまでもしかしたらやるかもしれないけど、行きましょう。いやー緊張する、初めて、私初めてのハードコアです。言ってしまうと、はい、初めてのハードコアなので、それが鬼滅の刃モッドということで、だ鬼も強くなってると思うんだよね。だまず鬼滅の刃モッドでやっていくことも、今回はごめんなさい、本当に慎重にやっていきます。それだけお許しください。まったりというか、あんまり、うわー待って、初期メス、やばいって待て、もうこんなことしてる暇ない、やばい、ちょっと待って、これは初期値としては、まあでも別に初期スポーンは関係ないんだよ。まあ初期スポーンはいいんだけど、まあまあでもとりあえずちょっと木の棒がね、木の棒ゲットできるのはありがたいんだが、これはね、もうハードコアモードは何が何でもベッドが必要だから羊さんいるところ、さらにご飯も、あーちなみに皆さん、これハートがね、ハートがこれ鬼の顔になってますでしょ、鬼かわかんないけど、これはもうハードコアの証なんでござる。もうこれはもう絶対復活しませんよという、神からのお告げでございましょう。で今回本当に先ほどちょっとごめんなさい、話の途中になったんですけど、まあ鬼滅の刃モッド、普段の通常の鬼滅の刃モッドみたいにサクサク進めるっていうよりかは、もうなんとか本当に慎重に慎重に、もう安心安心安全って言ったらあれだけど、でまあ戦っていく、いろいろ準備をして、あーでもメサ、あれメサじゃない、あメサか、またね、これ夜になったら、まあ、モブはね、その、鬼滅の刃モッドでいいところって、モブは、大丈夫になるじゃないですか。進捗を上げていけば。そこが、その、ハードモード、その、普段のね、マイクラのハードモードより優しいところなんですよ。まあ、これが鬼編とかになったらめっちゃ大変なんですけど、鬼殺大変なので、上限の鬼とか下限の鬼とかだけに気をつければ、良くなるんですよね。最小乗り切ればね。もう全てにおいて最初を乗り切ればがあるから、一番厄介なのが最初なんだよな。鬼とか多分強いのかな、でも言うてハードモードだから、そんなにもうバリバリ最強ナンバーワンとかそんなんではないと思うんだけど、いや村あってくれ、お願いします、お願いします、お願いします、私に村をください、お願いします、お願いします、お願いします。わーらら、村がねえや、僕か、棒食べれるか、食べれない、棒を食べさせてくれ、棒でもなんでもいい、僕子供の頃棒カチカチしてたよ、ちょっとハムハムしてたよ僕、このなんか棒ちっちゃい頃なんかちょっとかじる癖あったよ、その時思い出せ、トライ、あー井戸じゃん、違う村でーす、ありがとうございます、そのこの喜びを、走れないがジャンプしてこの喜びを伝えよう、みんなにこの喜びをジャンプで伝えよう、やったやった、待って、やばい、暗くなってきた。あらら。あ、でもまだ12時。いや、暗くなってない。いや、この RPG ハブもっとありがたいです。時間がわかります。
はぁ、最悪の状況から最高の状況になりそうです。ありがとうございます。しかし夜一回あれなんですよ、鬼を倒しておきたいので、一番いいのは日輪刀とかゲットしとくべきなんだけど、陽光山とかでね。でもそれはちょっと叶わないので、ちゃんと木の剣とかで鬼を倒して進捗上げて回復ゲットしてからの、そして日輪刀で色を変えていいじゃない。で今回もベッドはもう本当に持ち運びます。はい、夜になったら、まあでもあれベッド寝れ、ハードコアモードって別に寝れるよねそんな寝れないとかそんなはないと思うんですけど、一応ね今回ごめんなさい、ハードコアモードで目標だから、今回はその寝るだけ、寝て100日過ごすっていうことはできないという理由をちょっと今から説明させていただくんですけど、ちょっと余裕ができたのでね、こちらハードコアモードの目標、最終目標ですね。最終目標としては柱を全員、そして上限も全員倒したいんですよ。でそのためにはですよ、柱を倒すにはまず自分が柱にならないといけないということで、あまり寝る暇がないんですよ。だから要は鬼とか狩らないといけないので、自分が強くならないといけない。だからずっと寝てばっかじゃ敵と戦えない、鬼と会えないので、必然的にそんなに強くなれないということで、今回あまり寝れないというね、あいいじゃん、ポポネオープン、今終わってたぞトレングさん、今完全に終わってたよ。一歩前進んでいたら、あーってあれスローモーションの声になって終わってましたから、ね、トレングさん気をつけてください。はい、頼もしい声が今聞こえたと思われます。はいはい、よし、じゃあとりあえず準備して鬼一人倒そう。まず鬼一人倒そう。そうするとだいぶハードコア的に気持ちが、そうこれ楽になるんですよ。これ鬼を討伐するで鬼殺隊っていうのが、あ、てかあったじゃん。とりあえず、ピッケルと、ちょっと準備しましょう。さあ、鬼狩りだ。ここは緊張する。でも、炭治郎と、ほら、炭治郎二人いるから、そうだよ。炭治郎と一緒に戦うのよ。そうすることに、もしやばくなったら、炭治郎助けてって言っていけば、いやでもな、最悪もらい、来た来た来た、痛でごちゃるよ、痛でごちゃるよ、さあ勝負でごちゃる、鬼。防御ちょっと強くなって、あ、やっべ。助けて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 、めっちゃ強いめっちゃ強い、助けて炭治郎、炭治郎、炭治郎倒せ、炭治郎倒せ、早く早く倒せ、早く倒せ、早く倒せ、早く炭治郎、炭治郎、炭治郎、いやこのままじゃ終われないこのままじゃ終われないので、せめて進捗まで上げたいです。はい、それはそこからかな、ちょっと進捗上げるまで、いやーそれでパート2まで行きたい。どうだ、頼む、村張ってくれ。いやー違う、建造物じゃない、玉代さんのはあるんだけど、いや村どうだ、わかんないな。向こう平原だね、向こう平原ありがたい。そうだね、向こう行ってみようか。いやマジできついな。いやきついわけじゃん、僕がただバカなだけだ。あれもったいないって、めっちゃ良かったのに。もう平原行きます。あー陽光山があるね。あこれありだな、陽光山でまず強くなる、あの日輪刀をゲットするっていうのはありだね。まあ、陽光山自体はちょっと危ないんですけど、実はね。まあ、でも、敵も、味方も出てこない、鬼殺隊も出てこないっていうところなので、安全に鉄ピッ、でも、鉄ピッケルをまずゲットしないといけないのか。なあ、そう考えると鬼倒した方がいい気がするな。そして村があります、ありがとうございます、よーしいいぞ、ちょっと無言になりかけたが。あ、しかも、陽光山の近くに村がある。これはいいですよ。まあ、何がいいかって、日輪刀自体はね、あれなんですけど、その、あれ、高純度の鉱石。で、多分あるよね。どっかにあると思うんだけど、それで鋼塚さんに交換してもらって、あの、炭治郎の日輪刀をゲットすれば勝ちですよ。そうすればいけると思う。炭治郎の日輪刀今回ちょっと狙っていこう。いやー、ちょっとさっきのは落ちちゃったからね、次元の。狭間にちょっとまた、時間夜になるの待って進捗上げます。
じゃあそれまでちょっと準備します。さあ夜になります。こっから暗くなります。3人の炭治郎くんたちがおります。私には守護霊、守護霊炭治郎殿、よろしくお願いいたします。私を姫としてください。私は姫です。お姫様です。はい、見た目完全にお姫様でございます。ありがとうございます。よし、あぶきそ、待って、鬼殺隊じゃなくて鬼、鬼、とりあえず鬼一人狩れば、鬼一人狩ればこのシリーズは始まる、進む、もう怖くない。いや怖い、これイグロさんもいるじゃん。オッケーオッケー。誰と戦ってる、いた、鬼いた。さあ鬼くん、私と戦いたまえ。さあ来い、さあ来い、来た来た来た。さあイグロさんお願いします。やっちゃってください、イグロさんやっちゃってください。はい、ありがとうございます。永遠の友となるだろう。誰、何、何と僕友達になった。あーそっか、春日井ガラスだ。はい、そう、さぎり山、よしよしよし。でさらに、さらによ、これ持って、よーっしゃ、来たー、よし、炎、いやしかも炎は強い、いいですよ。これであとはもう、これでモブはねそんなに怖くなくなったかもしれない。うん、で食べるよ、食べて、よーし、ともあんかで遊戯、よーしよしよし、来た来た来た、もう君たちなんか怖くないの。痛い、ちょっと、あ、痛い痛い痛い、普通に痛い、ごめんなさい、すいませんでした、すいません、お疲れ、おつぽよー。